まあ、旅というのはね、今コロナでなかなか遠出はできませんが、ようやく道に行ったりとかね、近場でなんて、本当になんか気持ちを朗らかにしてくれるというようなストレスを解消してくれるというようなものでございますが、その昔、まあ、仕事でもって旅をする、そういう商売があった道具屋さんなんていうその一つなんだそうですね。道具屋と申しましても、こういわゆる道端に滑りを張ってね、道具屋でございます。与太郎さんがやるような道具屋さんではございませんし、まあ、でも店を一軒構えて骨董屋なんかは使ってる道具屋でもない、江戸の近郊、まあ、関東近県に、出向いてまいりまして、そこの庄屋さんの蔵の中とかね、名家の蔵の中から掘り出し物を見つけて、これを江戸へ持ってきて、まあ、卸したり、あるいは自分で商いをしたりという、そんな道具屋さんの話なんでございますけれども、今後の旅はな、本当にろんなことはなかったよな。ああ、いよいよ明日、江戸へ戻るが、はあ、どうするかね。うん。宿へそのまんま行くのもなんだから、ああ、この茶店でもって一服するかな。ちょいと、ごめんよ。おい、邪魔するぜ。おい、いるのか。何だろうな、これ。汚ねえって汚れが出てるしな、この上りもお休みのこと、汚ねえが出てる。おい、いねえのか。いないんだったら行くよ。おい、は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 い、どちら様で、どちら様でって、お前、茶店の前で声かけてる客だよ。もう、お客様。あ、これはこれは、いや、もう久しぶりなもんでございますからね。うちにお客様がお見えになることをすっかり忘れておりました。なんですっかり忘れておりましたって、そんなに久しぶりか。お客様、確か半年ぶりかと思いますかな。半年ぶりか。そうだい、ちょいと休ませてもらっていいかな。あの、お休みどもでございますね。どうぞそこへおかけになりまして。お休みのこって、おめえが半年休んでたんじゃねえかよ。まあいいや、すがらせてもらうね。あの、何か差し上げましょうかな。おお、どうだな。まだお天道様、沈んでねえんだけどよ。ケーキ漬けに一本、熱いの。熱かん頼むよ。おお、ケーキ漬けに一本、熱かん。なんかおめでたいことでもございましたか。いや、そこにあべこべなんだよ。ああ、俺は江戸から出てきて、まあ、仕事に帰ってきたんだけどよ。ろくなことはなかった。だからよ、まあ明日江戸に戻るんだけど、ケーキ漬けにな、まあ焼く落としってやるかな、一杯やって、で、まあ宿屋に向かおうかと思ってよ、もうだから熱いの一本頼む。ああ、そうでございますか。ろくなことはなかったんでございますか。いや、まあ人生というのはそんなもんでございますな。いいこともありゃ悪いこともあるね。悪いことがあった時にくよ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 してたってしょうがありませんよ。お客様のように、ケーキ漬けにじゃあ一本行こうなんて、そういう心意気が何よりでございます。ほら、結構でございますな。おそらく、いや、一本頼む。ございません。ねえのか。お酒がないんでございますよ。なんだ、お前の引き子だと出てくると思うじゃねえか。でもな、そこはねえの。何がね、あの茶店でございますんで、お茶とお団子でしたらお出しできますがな。お茶と団子、いや、そりゃいいけどよ。お前、半年客来なかったんだろ。まさかお前、カビの生えた団子なんか出すんじゃねえだろうな。何をおっしゃいます。カビの生えた団子なんて、いや、うちのお団子はね、あの草団子でございますから、カビが生えたところで見分けがつきません。ろくなもの出すんじゃねえよ。勘弁してくれよ、カビの生えた団子なんて。じゃあ、あの、熱いお茶、ね、これでよ、おー、くれ、な。あ、じゃあ、支度をいたしますんで、少々お待ちを。あ、それからちょっと、タバコを一服やってんだよ。あの、火花はこっちにな。うん。よし。ダメよ。本当にろくなことはなかったからな。近頃はよ、素人の方がこっちの足元を見るんだよな。うん。あの村の庄屋、ろくなやつじゃなかったな。うちは、織田信長公の側近がご先祖様ですから、結構なものがございます。お惣菜、これは何かいいものがあるのかなと思って、わしに来るんである。開けてみるっていうと毛だよ。なんだよ、この毛は。これは織田信長様が使っていた付けひげでございます。絶対嘘だよな、そうだ。こちらの毛だと、また毛だよ。これは何なんだろう。こちらは、千の利休の帝王でございます。
両方とも親父の手柄だな。あんな長いものを見つけようとしない。ほかにもっと言うのがねえなかったら、時代が遡りますんだな、室町時代。大室町時代よ。一級禅師の、もう今朝で食べてくるかと思ったら手前だ。うんのくん手前は、一級禅師の幼馴染のさよちゃんの手前でございます。で、幼馴染のさよちゃんの手前。腰巻き持ってきて、これもさよちゃんの腰巻きから、これは、桔梗屋さんの娘の弥生さんの腰巻きです。そうだな。こんなものが本当にいたのかどうだか知らねえけどよ。ってか冗談じゃねえや。隣の村のあの庄屋もひどかったね。もうゴミしか出さない。これどうやってゴミじゃないかって、そう言ったらね、いやこのゴミは大変に、価値のあるゴミでございまして。どういうことだ、手前が寺子屋を作ろうと思いまして地べたを掘りましたら出てきたゴミでございまして、そのうちこれは8億両の価値があるかと思いますと。籠池村っつったかな、あの村はな。忘れちゃいけねえな、これはな。みんな忘れてるけど、これは忘れちゃいけねえと思うんだけどな。いや、なんだよ。汚ねえ猫だな。こっちに寄るんじゃねえ。飲みがつくといけねえや。汚ねえな、おめえ。なんだこれ灰色になって、ネズミみてえな色してやんな。本当は白なんだろ。にゃーって、おい。まぬけだね。白なら白でそれでいいんだけど、目の口、口、黒くなって、ブチじゃねえ。だからしょうがねえ。寄るんじゃねえわ。飲みがつくと、あっち、し。はい、どうもお待ちどうさまでございます。おー、そうかい、どうぞ、どうぞ、じゃあいただく。あた、熱いな、これおやじ。なんだ、いやいや、お客様が熱いのを一本とおっしゃいました。で、お酒はございませんが、せめてあのお茶だけでも熱いの。お茶だけでもって、まあ、湯飲みが熱いじゃねえか。こんなの飲めるわけねえだろうよ。ひょっとしてお客様は猫舌でございますかな。猫舌じゃなくったってこんなの飲めねえって。まあまあ、じゃあこちらで冷ましておきます。話しておきますんで、じゃねえよ。猫舌といやなんだよ、あの猫。